マハンはアメリカ海軍の駆逐艦。ファラガット級駆逐艦の一隻。艦名はアルフレッド・セイヤー・マハン少将にちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。マハンは1957年7月31日にサンフランシスコ海軍造船所で DLG-11 として寄港する。1959年10月7日にスミス夫人によって命名浸水し。 1960年12月25日に就役した。就役後マハンは1年半の間、主要兵装であるアスロック及びテリアミサイルの評価試験に従事した。太平洋艦隊巡洋艦駆逐艦部隊に配属されサンディエゴ沖で活動、西海岸沖及びハワイ海域での艦隊演習に参加する。1962年6月6日にサンディエゴを出港。 最初の西太平洋配備に向かった。続く6ヶ月にわたって、第7艦隊と活動し、大戦、対空、揚陸演習に参加、極東の港に対する親善訪問を行った。その中には10月24日から28日まで行われたベトナム共和国独立記念日祝願へ参加するための再言訪問も含まれた。1963年は、 ロングビーチ海軍造船所でのオーバーホールから始まった。作業が完了すると西海岸での訓練演習に従事する。その後1963年8月6日にサンディエゴを出港、西太平洋配備に向かう。日本及びフィリピン海域での活動に加え、計4週間に及ぶ南ベトナム海域での巡航を行い、1964年3月10日に、 カリフォルニアに帰還した。1965年後半まで西海岸に泊まった後、マハンは1965年5月1日から10月20日まで5ヶ月半のオーバーホールが行われた。その後訓練演習に従事し、12月9日にアメリカ軍及びカナダ軍の高官に対して対戦水艦戦能力のデモンストレーションを行った。その年の夏は、 海軍兵学校生の下記訓練巡行も行っている。10月19日にサンディエゴを出港、新珠湾で対潜水艦船訓練を行った後、西太平洋に向かい11月11日にスービック湾に到着した。マハンは第7艦隊と共に活動し、ベトナムへのパトロールを交互に行い、1966年4月にカリフォルニアへ帰還した。 4月28日にサンディエゴに到着すると西海岸沿いに艦隊演習を行い太平洋ミサイル試験海域においてミサイル発射訓練を行う海軍兵学校生の夏季訓練巡行は6月から7月にかけて行われ8月にはヘリコプターの飛行艦板が設置された1966年12月1日から1967年6月4日まで マハンは西太平洋に展開し、以前のようにベトナム沖でパトロール及び艦砲射撃支援を行った。6月17日にサンディエゴに帰還し、シアトルで毎年行われるシーフェアに参加するため7月31日に出港した。その後11月1日にロングビーチ海軍造船所に入居する。作業は1968年4月後半に完了し、 西海岸で活動した後8月に西太平洋に向けて出港した。マハンは1969年まで第7艦隊の一部として活動した。1975年6月30日、ミサイル駆逐艦へ艦種変更され DDG-42 の艦番号が与えられた。マハンは1982年にテストパッケージとして延長回収が実施された。このは 本級の他の管理も実施される予定であったが、コストが対応年数に見合わないということで実施されなかった。マハンは1993年6月15日に退役し、同日除籍された。ありがとうございます。